ホイッスープライムです、じゃあようやく6話目が終わりました。ちょっとこの画面の次になったら多分始まっちゃうんじゃないかと思ってこの画面から始めたけど、どうだろう。はい、いつもならね、選ぶシーン、ほらやっぱり違う。6人目の話が終わったけれど、7人目は全く来る舌が回らない。全く来る気配を見せない。もうこれ以上待っても無駄だろう。僕は立ち上がり、締めの挨拶をした。それじゃあ皆さん、今日はどうもありがとう。その時、突然ドアが開いた。こら！みんな飛び上がって驚いた。怖い話をしていただけに、突然の来訪者はドキリと来る。ドアのところには眉を吊り上げ怒っている男性が立っていた。黒木先生。突然細田さんが立ち上がった。ということは細田さんの知っている先生か。お前たち何をやってるんだ。もう9時を回っているんだぞ。はい、すいません。黒木先生のあまりの迫力にその場にいた全員が立ち上がった。何をしてた。黒木先生は全員を見回し、僕に目を留めると静かだけれど重く迫力のある声で問いかけてきた。あ、今度校内新聞に載せる怖い話の特集をやるんで帰れ。僕の話は最後まで聞かず、黒木先生は僕たちを外に出るように促した。僕たちは急いで後片付けをするとすぐに新聞部を飛び出した。また顔が怖いな、この先生。目が怖いね。まったくこんな時間まで。先生はブツブツ文句を言い、そして舌打ちした。これはとんでもなく怒られそうだ。僕たちは部室の外に一列に整列し、シュンと首を縮こまらせた。今日はもういい。話は明日だ。とっとと帰りなさい。はい。僕たちは逃げるようにして帰った。先生は校門までついてきた。決して見送ってくれたのではなく、僕たちがちゃんと家路につくかどうかを見定めるためだ。僕たちは慌てて家に帰った。七不思議は六不思議になってしまったが仕方ない。約束をすっぽかして来なかった七人目が悪いんだ。明日日野先輩にちゃんと事情を説明しなくては。それより明日は先生にものすごく怒られるはずだ。嫌だな。家路につく足取りが重いや。教師は全員の姿が見えなくなるまで校門の前に立ち、帰るのを確実に確かめた。いなくなってから長いため息をつき、そして何度も舌打ちをした。まったく、もう誰も残っていないと思ったのに、まだ残って嫌がるとは。教師はそうブツブツ言いながら、誰もいなくなった夜の学校の宿直室に戻っていった。別に寝起きでもないんだけど。どうなった俺。宿直室のドアを開けると、むせ返るような血の匂いが辺りに広がった。あら。あ、実写だ。ああ、太ってる勝手だな。それもそのはず。宿直室にはさっき殺したばかりの死体が背中に包丁を突き立てられたまま転がっていたのだから。バレたらどうしようかと思ったぜ。俺は満月の晩、無性に人を殺したくなるんだ。せっかくいい獲物が一匹いたから発作が収まったのに。さてと、あとはこいつをどうやって始末するかだな。教師は台所に立ち、遅い夕飯の支度を始めた。本当ならば7人目になるはずだった死体を見て、うまそうに舌なめずりをしながら、こいつを食うのかい。終わった？終わってない？まだ。あ、終わった。なるほど。要はあれだね、7人目が今の殺された人だったのかな、おそらく。すごい手太ってたけど。
というわけで1週目が終わりました。まあ、月こもりとかね見てる人はわかると思うんですけど、ご存知、話を聞く順番によって話の内容が全く変わります。なので今回はこれ1週目なんですけど、実際あとまあ人数分だから6人いるから 6×7?6、7、42はあるってことだね。で、月こもりとかもそうだったんだけど、結構その選ぶ順番とか、あとその話の中で選ぶ選択肢の流れとかで隠しストーリーが出てきたりすることもあるんですよ。なんでちょっとそれも含めてね、可能な限りやっていこうと思います。まあ、あのこれまでと違うところはやっぱりすごい旧校舎めっちゃ古いな、これ。あ、終わっちゃった。なんて言ってたっけ俺今。忘れちゃった。そしてすごく短くなってしまった。けどまあこれで一つの話なんでここで切ります。あ、そう。月こもりじゃないや。学校であった怖い話のいいところはね、こういう一つ一つ完結してくれるのがやっぱやりやすいですよね。見やすいしね。皆さんもね。はい。というわけでちょっと短いですが、1週目。終わりました。というわけでプライムでした。また2週目でお会いしましょう。さよなら。